グラッシーズ。メガ好き。彼女と僕のメガネ事情。アモーハルカ編。皆さんこんにちは。メガ好きでアモーハルカ先生役をやりました。桃いちごと申します。よろしくお願いいたします。やあ。前回のメガ好きは、学生さんが多かったと思うんですけど、今回は、先生でーす！イエーイ！はるか天帝は、保健体育の教育実習生です。優しくて、おっとりしてて、でも、あわあわしたりとか、泣いたり笑ったりとか、すごく表情豊かな感じで、とっても可愛い先生だと思います。あとね、ちょっとお胸がねワンダフルなんですよ。天使、いいですよね。教育実習生の方ってね、やっぱ私も学生の時あったんですけど、来てくださってやっぱ大人だなーって思ってドキドキした思いがあるので、そういうドキドキ感とか詰め込めたらいいなと思いつつ、その、はるか先生の、その、大人に見える部分と、でも可愛らしい少女のところとかを大事にしながら演じさせていただきました。あとですね、作品も、なんて言うんですか、同級生とか、幼馴染みとかじゃない、先生と生徒みたいなドキドキ感、あるじゃないですか。これもうめっちゃいいと思うんですよ。私台本見ながら超ドキドキしてしまったんですけれども、今回ですねお話の中で、この先生と生徒ということで授業練習をしようみたいな流れになるんですね。でその時にやっぱりこう燃え上がってしまって、恋人の練習もしてみないかいみたいな感じになるんです。もうこのうー悪いっていう感じですよね。めっちゃドキドキしちゃいます。ここを皆さんに楽しんでほしいなって思っております。あとですねこれ一番いいなと思ってます。アモーハルカ先生の体操服がありまーす。いやーありがとう。 M ズトイボックス、イエイ。これめっちゃいいです。立ち絵見させてもらったんですけどめっちゃいいです。これホームページに載って出るかな、わかんないんですけれど、この立ち絵とかこの差分衣装すごくいいんで、もう楽しみにしててほしいなって思います。はるか天帝の顔もねもうめっちゃ可愛いです。メガネ超いい、メガネ超いい。ということでメガ好き、彼女と僕のメガネ事情アモーハルカ編、どうぞ楽しみにしててください。バイバーイ。メガ好き、彼女と僕のメガネ事情アモーハルカ編、近日発売。早く会いたいです。